はい、皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。これからですね、実は東大に向かおうとしているんですが、なんと、このような、女の人入れないっていうこと、なんでなんで、ここにあります。その昔、カムイ岬は女人禁制の地として、恐れられていました。それも遥か遠い昔の伝説であり、今は女性の通行も可能になりました。じゃあ通って大丈夫なんだね。じゃあ、もう嫁さん行っちゃいました。じゃあ僕も後をついていきたいと思います。知らなかった、北海道にね、いてカムイ岬、僕ね、多分初めてですかね。知りませんでした。一応来られた方、絶対にこの柵を越えないでくださいと言われております。やっぱり遠いですね、東大までね。また東大に着きましたら、また、再度動画を上げて、見たいと思います。またこんな岩もですね、なんかすごいですね、なんかすごい岩があります。いやー、カムイ岬来てよかった。それではまた。